まずはですね、このお二人の出会いとか、このつながりですよね。あと、音楽を始めたきっかけとか、そこら辺を少しお聞かせ願えればなと思うんですけど。出会ったのまだそんなでもないよそんね。なでもないですね。何年ですか2ね。2年年半ぐらいですかかな。たまね。たま共通の知り合いの2人目のジャイアンっ2てい人う目バのンドジャがあイるアんですけど、ン。のボーカルの方に紹介してもらって。はあ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 。そうなんです。同じライブですよね。私が2人でそのボーカルの方のサポートをするってなっそうそうて、そうそう。それで紹介していただいて、そこからの出会いだね。はあ。そこでかごら、ざじいゃまあ、す。どちらから、一緒にライブをしようっていうふうになったんですかね。どっちだっけ？もう私ももともとシンガーソングライターなんですけど、鍵盤を弾きながら歌うっていうのがすごく苦手で、常にキーボーディストを募集してるんですね。常に。常に誰か後ろで弾いああ、なるてっほていど。う、そこにいいところにやってきういたちわゃけでんすね。がいああ、て、そうなそうんなだ。んですよ。こうちょくちょくお願いしたりとか、音源制作も手伝ってもらったりとあ、かして。そうなんだ。リリースの時も、ウィさんが弾いてる場合もあるあんるで曲もあす。りますね。そうそだれもありね。ますね。じゃあ、弾いて結構まライす。ブだけじゃなくて、そう結です。構深いつながりそうです。なんですね。あ、初めて、そう、僕、こんな感じで大丈夫かなって一瞬思ってるんですけど、初めての、本当に今日初めてお会いしたのそうで、ですゆうよかさね。ん初電話と。だけでしたね。電そう話なんでで打す。ち打ち合わ合わせを何度せ、かやっそうなんです、そうて、なんです。で、私だけに知ってるんですけどね、そうなんですよ。だからゲストをお呼びしてるけど、杉さんが一番落ち着いてるんですよね、きっとね。そうです。全然、緊張感 なしく、出てるとはちょっとる。失礼ですけど、安心感を持って、だっ今ここて、の場にいます。知ってるし、2回目だあ、し、そうです、場所もね。ねえ、ういちゃん、アウ今ェー日、感ただないい。まーって感じだったよね。先月ぶり。先月ぶり的なやつ。で、じゃあ、喋りというのは、またまたね、後ほどたっぷりとすることにして、コメント、先ほども告知言えばしたんですが、ゆうかさんとか、ういさんに対して、僕に対してないんじゃないですかね。すごいね、拍手いっぱい来てくれてもうます。来てます拍手か？いっぱいしてながくれらてちまょっすとよ。やりましょうか。パありがチパとうごチざいっまてしてす。くれよてまかっすよ。たですね。幸先いいスタートってことですかね。ありがとう本当ございまだ、すす。ごいいっすぱいごい拍手パしチてパくだチ。さっハートて。もついてます。本当ほんだ。と？やっありがぱとうござ女い性ます。ゲストですからね。そうですよ。僕じゃないっていう。自分で言って すごいね。ゆうかさんゆうかさんがゆうかね。さんのファンの方たちがみんな見てくださっゆうかさんの、今日はあれですか、いつもの配信とかよりも、また違うお話が聞けたりしたりするんですか、今いやもう後で話そうと思ったんですけ日。ど、このコロナになってライブもなくなり、ずっと家で一人で画面に向かって一人でミキサーやりながら鍵盤弾きながらセッ職ティ人ングだしね、てみたいな、照明当ててみたいなやってたのに、今日も周りに2人もミュージシャンいて、このいい映像と音でもなんかリハしながら泣きそうになっちゃいましたね。本番中泣いていいですよ。泣いていいですよ。いいんだよ、泣いて。そしたら僕、後から切りますけど、そこだけ流しますよ。泣いてるとこだけ切りますよ、泣僕。いてるシ泣いーン、てる。別、もういろんな角度から泣いてるシーン。今日、天の声さんもいるんですいらっね。しゃいこんます。ばんは。いこんばんは、天の声つもさん。の、いいね。宮本さんでございま宮す。本さん、よろしくお願いよろししくお願いします。ます。お願いします。どんどん入ってきてくれると思いますんで、トークも盛り上がるということでしょおい。う。では、早速ですね。ゆうかさんの曲を演ありが奏しとうごてざいいます。こうかなと思い今ます。日はスペシャルな感じですね、めちゃくちゃ。いいですね。なんですよね。いやー、緊張するな。